はい、皆さんこんにちは、りょうです。もうみんなネタバレ大丈夫だよね。大丈夫よね。はい、というわけで久しぶりに攻略解説動画上げていきたいなと思います。ということでラダンやっていこうと思うんだけれども、DLC が出てから、あるいはまあ直近のね、ラジオ動画をご覧になられたユーザーさんから、うん、さっさとね攻略解説の動画上げんかえとか、初見のボスに対してどういう風に連動を上げていって、いつもね私が紹介しているようないわゆるノーダメージの攻略の、立ち回りのベースを作っているのかみたいなところの話、せっかくなんで教えてくださいっていうのを DLC が出てから、いくつもコメントいただいておりましたんで、今日はラダーンでね、それをどういう風に構築していくのかっていうところの話をやっていきたいなっていう風に思うんですが、一応補足しておくと、私ラダーンに出会って今この動画を撮影しているタイミングで3日目になります。2日とりあえずねざっくりプレイをして、あー、こんな感じかこんな感じかっていうのをもう頭には入れてるんだけど、まだ3日ぐらいなんでそんなに連動は高くないんだけど、どういうところを意識して立ち回りの構築してるのかっていうところの話をね、主体にまあ攻略の解説をね、やっていきたいかなというふうに思いますので、興味がある方はぜひね最後までご覧いただけたらと思います。で、装備構成に関してはまあ基本の構成です。レベル1のキャラクターとかでも使いやすい腐敗とか毒、あとは当初出血だね。を主体とした構成で、基本的にはまあ私は立ち回りの構築をするんだよね。まあ理由としては、当たり前だけど、100レベルとか150レベル、200レベルのキャラクターが出せる戦術と、レベル1のキャラクターで出せる戦術って大きく変わるからこそ、まあ、手数をどうやって増やすのかっていうところに、主軸を置いたりだとか、どの構成の武器から使っていくのかとかっていうのを組み立てていくっていうところの話ぐらいまでをね、まあ、目標にして、解説の方をしていけたらなというふうに思っております。で、その前段階の話として、まず一回、ざっくり戦って、まあ、勝つとこまでぐらいはやります。雰囲気をつかむという意味で。ざっくり、まあ、別にこの構成じゃなくても何でもいいんだけど、自分がま、とりあえず好きな構成戦って、勝つところまでやりました。そっからの話だと思って。そっからね、深掘りをしていくために何を意識しておくと、よりね、早く、まあ、攻略のね、道筋を立てられるのかっていうところをね、中心にお話ししていきますので、よろしくお願いします。で、とりあえずなんだけど、火力構成のタリスマンとかで絶対やる意味ないから、防御特化でいいです。被弾をとにかく抑えるって感じの、タリスマン構成とか霊薬の構成にしといてもらうと一番よくて、倒すための火力特化の構成っていうのは、立ち回りができた上でいくらでも調整の余幅がある話になるんで、そっちはどうだっていいんだけど、基本的には、自分が使いたい構成に対して、防御特化の構成にとりあえずしといて、長く戦えるように調整をしておくっていうのが一番だね。まあ、とりあえずやっていきましょうか。はい。で、まずはファーストステップだね。攻撃は一切せずに、敵のムーブをひたすらチェックしていきます。はい。チェックしていく。予備動作がどういうところにあって、自分が認識できていない攻撃モーションはどういうものがあってっていうのを全部確認していくっていう作業をやるのと、近距離にいた時と中距離にいた時にどういう技が発生するのかっていうのを確認します。例えば、ちょっと離れると、さっきのウォーが発生しやすい。このぐらいの距離かな。ウォーしてきやすかったりするんだよね。で、近づいてくるときは、今の縦切り、パリめちゃくちゃ取りやすい、あの縦切りをやってくるパターンが多いんで、その辺もしっかり意識しとく。で、2連クロスの後は、S1 本飲めるから、これで一旦ね、回復をしといて、対策についてはね、後で話をちょっとだけね、触れておきたいかなと思います。で、これは右に振ってから左にやると、これ中距離の岩石避けのやり方の一つにあります。ローリングなしでもね、中距離の場合は避けれる。遠距離の場合だと後ろに離れるし、近距離の場合は、最軽量にしとけば当たんない。2回ローリングかな。斜め前ローリングとかで2回ローリングすると当たんない。っていうのがあったりするんだけど、まあそういうのはね、映像的にタイミングがあれば解説をします。で、とにかく予備動作をどうやって把握するのかっていうのを、強く意識して、攻撃を入れてないんだから、敵のムーブ 100% を見とく。特に腕かな、腕。剣撃の剣の上がり方、角度とかそういうのをもってして、この攻撃はこうなんだろうなっていうのを自分なりにね、見て直感的に理解できるとこまでやります。はい、2連クロスは食らったら一旦回復ね。はい。ごめん、もう一個補足しとかないといけないことがあった。私今、ビタ貼り付きの方の話をしてるんだけど、なんでビタ貼り付きの解説をしてるのかっていうと、当然武器の構成がこれだからです。状態上主軸で、軽量武器で、差し込めるタイミングに攻撃をどんどん入れていきたいなっていう、そういう構成だからこそ、ビタ貼り付きを理想とした立ち回りに、今、私はやってるんだけど、構えとか居合みたいなさ、相手の攻撃終わりに一発とりあえずね、ポンポンって入れていく、ああいう戦術であるならば、この距離である必要は正直ないよね。だから、
使う戦術によってはちょっと距離を離すっていうやり方も全然 OK で、ラダンぐらいのこのサイズ感だと、まあ見たらわかると思うんだけど、ビタ貼り付きの時って何してるかわかりにくいじゃん。この距離感めっちゃわかりにくいじゃんか。これを一歩二歩下がると、このぐらいかな、だと全体が見やすくてすごい戦いやすくなるっていう部分があるから、そういうのももろもろ込みで考えるんであれば、自分が使いたい戦術によっては距離をちょっと開ける、ちょっと開ける、このぐらいかな、こういう感じで立ち位置を調整しても俺はいいと思うんで、その辺もね一つ押さえておいてください。ただまあ距離によってはこういう系統の攻撃を発動してきやすかったりもするから、その辺をね、どう捉えるかっていうのはまあ皆さんの方でね、調整の方をしてもらえたらと思います。はい、で続いてがパリーだね。パリーリフティング的な感じでパリーの練習っていうのをどんどんやっていくんだけど、まあよくある話でさ、パリーの成功率がいまいちですっていう話とかって結構聞くんだけど、あのね、パリーっていうのは5、6割だったら使えないからね。使えない、最低でも8割9割ないとパリーの攻略っていうのは基本原則できません。だからそこを最低目標にしてやらないといけない。9割はちょっと無理やで主って思うかもしれんけど、それぐらいできんとパリー主体の攻略っていうのはできんのよ。だから9割を目標に、パリーをやっていきます。ただそうは言ってもなんだけど、私ラダーンはね、正直初手パリー9割とてもじゃないけど無理、はっきり言って35を超えたおっさんの、反応速度ではこれ無理です、初手パリー。だから2段目パリーっていうのを私は結構採用してる。これは1段避け、1個避けて2個目みたいな感じ。こういうパリーの仕方を取れば私でもね、しっかりとパリーが対策できるから、まあ、そういう風にちょっと妥協してる感はある。さすがにね、この反応速度の速さはね、若い子じゃないと無理だなって思うし、黄金パリーに例えば変えれば私でも取れるんよ。このぐらいの距離かな。剣が自分に着弾するタイミングに合わせて、まあ、パリーを取る。わかる？取れるんよな、この距離だったら。なんだけど、さっき言ってたみたいに上体以上主軸で戦うっていうことはそういうことじゃん。近距離じゃないと意味がないから、この距離感で戦うんだったら、まあ普通に一撃を求めの戦技を使う人は黄金パリ使った方が多分取りやすいと思うし、私みたいにね、状態以上主軸で戦う人に関しては黄金パリじゃなくて、カリアの偏方とかの方がいいんだろうけど、出の早い攻撃に対応するって観点で見ると1フレームぐらいね、その受付の反応が早いと言われているこの黄金パリの方が多分戦いやすい。ほらめちゃくちゃ簡単だから、まあ、こういう感じでね、どのパリを選択するのかっていうのも、まあ戦術に応じて皆さんの方でまあ調整をしてもらえたらと思うんだけど、うん、黄金パリは簡単だね。こいつに関しては、うん、取りやすいと思います。でこの2つのステップっていうのがいわばただの基本です。めちゃくちゃベーシックなところのライン、これは人によってかける時間も違えば、そこに対しての適応力の違いによってもかかる時間が違う部分だし、面白いか面白くないかといったら面白い要素はあまりない部分になります。なんだけどこっから実践的なパートとして戦術の組み立てのところに切り替わっていくんだよね。ここからが面白いところであり、より難しくなるところなんだけど、例えば TA の世界なんかが一番わかりやすいかな。 TA のプレイヤーって何を意識してボス戦を攻略してるのかっていうと、基本的には出血とかも込みでの構成が圧倒的に多いから、出血の発生するタイミングとダウンを狙っていくべきタイミングっていうのを、相手の HP バーの中でどこで出血を狙ってどこで第二形態が発動するかを見極めて、どのタイミングで体感値がしっかりとマックスになるように、調整するのかっていうのを常に考えて彼らはプレイをしています。何回も何回も同じボスを同じ条件で戦いながらね、バックアップデータとか取りながら戦いながら、あ、ここのタイミングでダウン取ると携帯以降の変換のところで大ダメージが取れるやとかっていうのを常に計算してるんだけど、それと似たようなことをやっぱりこのノーダメージを目指す人たちっていうのは大体やってます。で、それの現状のね、私バージョンがざっくりどんなもんなのかっていうのを最後に披露して終わっていこうと思うんだけれども、はい、2日間考察した感じだとこれでまあおよそいけるんじゃないかなっていう感じの攻略がこれ。はい、でここローリング R1 レイピアでは入れれません。探検切殺だったらいける。はい、でローリング入れてパリね。で R1 一発ローリングパリ1、2、起き上がりに合わせて地名ね。ギリチオン間に合います。レイピアと探検は間に合う。切殺はちょっときついかもね。距離によるかな。リーチの関係でなかなかね、うまく差し込めませんので、そこ注意が必要。今のは岩石が邪魔すぎて見えんわ。はい、ローリングの向きが悪いってこと。で
ここで凍傷が発生することによって、本当は致命取って凍傷が理想形だったんだけど、まあ、しゃあないね。パーリー。はい。で、R1 にやつ。で、このくぼみちょっと注意しといて。ここ良くないからね。このくぼみ。で、ローリング。で、後半戦は、凍傷を一発入れてから、毒かなっていうふうに思ってる。これはちょっと、これが来るんで、もうせっかくだ。ここで霊気の霧でも打っときますか。はい。致命モーションから後半戦行った時なんかは霊気の霧入れとくといいと思う。で、凍傷一発入ったら、今度毒に切り替える。で、これは確定被弾になっちゃうから、もう一旦諦めてここで回復って感じ。前ロリ、R1 一発。で、サイド避けて、バーリー、R1 二発。これはいけるかな？いや、いけませんでした。いけませんでした。欲張っちゃダメなんだよな。で、これは後ろにちょっと離れて前ロリ。で、後方、ギャン逃げです。ギャン逃げ。からの、90度直角ジャンプからの、1、2、3、4を、遅れてローリング、当たっていく。はい、はい。あ、今のは、もうゴミ。で、5回目が来ないのをチェックして。はい。で、腐敗入ってるんで、こっからは、ちょっとね、出血の蓄積狙いっていうか、やばい、死ぬ。はい、危ないっす。やばいんで、ここ一旦回復。はい、いいです。ギャン回復して。で、出血の蓄積量をちょっとだけ優先させたいっていう目論みがあるので、一旦ここはね、これで、避けといて。はい。で、パーリー、はい。ローリング、エンド、パーリー、ポン、ポン。いいね。で、出血の蓄積をちょっと今優先してるから、ここで、当初出血を合わせて取れるような感じにすれば、ワンチャン最後スキップしようと思えばできる。あー、無理か。うん。まあいいですね。で、降ってくる位置なんだけど、だいたいあっち。で、光ってビームが見えたらジャンプ。はい、ビーム見えたらジャンプって感じかな。これまあ、立ち位置によって違うんだけど、この避け方が一番、こまし。おお、珍しい。あっちやってこなかったね。ビームじゃないわ。なんていうの？ウォーって光るやつ。やってこなかった。はい。で、まあ、これでまあ、フィニッシュかなって感じだね。いいよ。なんで当たんねん！毒切れたのくっさ。あ、終わっちゃってたわ。もう、プロロも間に合ってねえし、グダグダオブグダグダじゃん。まあ、バックアップ取ってあるんでね、問題ないんだけど、まあ、ざっくり今のところ、こんな感じで考察を深めてます。まだまだ全然ね、荒削りではあるんだけど、まあ、およそこれでいけるんじゃないかなっていう目測は立ててる。で、こっからが、割と重要なところの話になるんだけど、まあ、高速2連切り対策、これがね、何よりも一番最重要課題になるんだけど、前半戦だけで見るんだったら、縦受けしちゃえばいいっていう話になるんだけど、後半戦も込みで考えると、縦受けオンリーの戦術では、ノー被弾はやっぱり厳しくなるから、まあ無難に、相手がね、左手を掲げたあの攻撃のタイミングに合わせてちゃんと黄金パリーとかでね、もう反応速度を上げて取るように練習をする必要があるか、このルツボのタリスマン系統を活用したやり方っていうのもあるし、最軽量の状態で特定の位置に向かってローリングをすることによって、初段をローリング回避、二段目がその地点にローリングをすれば、回避ができるっていうやり方があるんだよね。イメージでいくと、高速2連が発生したタイミングの時に、ラダーンの右足と左足の中間、ちょっと右足寄りのあたりにローリングで入り込むと、タイミングバッチリの軽量状態であれば、被弾しないっていうのが報告されてるので、まあ、それを練習するか、バックステとかの強化のこのタリスマンをうまく使って、バックステップから縦受けに派生する、もしくはバックステからローリングに派生する、みたいな感じで、一発目二段目を避けるみたいなやり方、これらが一応報告されています。で、そういったの一切なしの中ロリではじゃあ避けれんのかっていう話、これも一つ言及しておく必要があって、避けれないことはない。理論上。どうやって避けるのかっていうと、最速の二連切りの初手、一発目が来るタイミングを、ものすごい速さで予見して、早めにローリング打てば、中ロリで2回ローリングであの攻撃、避けれるのは避けれるんだけど、現実的じゃないんだよね。人間の反応速度超えてんじゃねっていうぐらい、反応速度に自信がある人じゃないと、多分練習しても一生できないレベルのタイミングでローリングを2回すれば、中ロリでも避けれるっていう風になってるんだけど、正直ここに関しては、まあ、フロムがどういうね、考えでいるかわかんないけど、多分、将来的に修正は入ると、俺は思ってる部分があるんだけど、いずれにせよ、まあ、
ルツボ系統を使う、最軽量状態にする、最軽量状態プラスアルファルツボを使うとかっていう感じで、ローリングの強化、バックステップの強化みたいなのをうまく取り入れないと、完璧に対応するのは多分無理。だから、まあ、現実的なラインで行くんだったら、やっぱり黄金パリーとか、まあ、カーリアの変法でも取れる人は取れると思うんだけど、反応速度をとにかく鍛えて、やるしかないんだけど、一定水準を超えた速さっていうのは鍛えてもなんともできません。基本的にはできない。だから、まあ私が現状ね、自分でノーダメージをイメージするんだったらもう順当に黄金パリーに現状になっちゃうのかな。黄金パリーで近距離ビタ張り付きのタイミングでパリーの取り直しの練習をするのが、まあ現状一番私的には一番手っ取り早い方法になるのかなって思うんだけど、一応そういうね、対策がちらほらあったりしますので、まあその辺もね、一つ口頭でお伝えしておきます。か、まあもしくはもう順当に全部避けて攻略するのが一番ある意味では、いいのかな、いいやり方なのかもしれない。相手の右後ろずっとぐる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 回りながらね、ローリングとか立ち位置でね、そのいわゆる高速の2連クロスを発生しない立ち位置をキープするみたいな、そういうやり方もね、一つ現実的に考えとかないといけない要素なのかなというのが現状私がね、まあ今日が合わせて3日目なんだけど、まあ考察をしたのは2日間なんで、まあ2日間やった印象でございます。で、当たり前の話なんだけど、何の情報もなく綺麗な攻略を導き出すって口で言うよりずっと難しいんだよ。めちゃくちゃストレスもたまるし、私で言うとカンストのレベ1のあの獅子舞の攻略かな、上げさせてもらってると思うんだけど、あれってあのタイミングであのクオリティの攻略してる人って多分動画投稿者さん界隈でもかなり少なかったと思うんだけど、逆に言うと情報が出回ってない時期にあの攻略をしようと思ったら、それは 2,30 時間ぐらいやっぱかかっちゃうよなっていうレベルでかなり大変、めちゃくちゃ大変なんよ。だから、とにかく今はね、もう YouTube にいろんな攻略スタイルのやつラダン戦上がってます。私も実際見てるしね、もういいやと思って見てるんだけど、自分のプレイに参考になりそうな人のプレイっていうのは必ずどこかにあるので、そういったところのね、プレイっていうのを一つずついろんな人のね、いいプレイの部分しっかり吸収しながら、あ、私この避け方自分でね、練習できたらこういう攻略につなげられそうだなとか、自分の立ち回りにぴったりだなっていうやつ必ずあると思うんで、いろんなね、人のやつ、まあ無名な人もいれば有名な人もいると思うんだけど、関係なくね、いろんな人のプレイ映像っていうのを参考にするのが私的には一番、上達の近道というかね、になるんじゃないかなと思います。マジで一からいろいろね、あの一個一個ね、これはどうやったら避けれるか検証してたらめちゃんこ時間かかるから、あんまりね、一般の方にはおすすめいたしませんので、いろんな方のね、プレイ映像を参考にして、皆さんはね、パパッと上達していただけたらと思います。まあ私はしばらくね、そうは言ってもちょっとこのカーリアの変法のね、プレイを煮詰めてから、まあ最終的にね、黄金パリに妥協するかどうか決めようかなと思う。私的には私の攻略のイメージとして黄金パリを使うのは、ちょっと逃げの部分がある。これは私水準の話ね。なんで、まあ、カリアの変法でね、いけるとこまではちょっとやってみたいかなとは思ってるんだけど、ここまで反応速度をちょっとね、試される敵が今後も出てくるんだったら、もう俺、次期フロム作はもうカジュアルで名乗らないいけんかもしれんなって思うぐらい、マジできつい。35を超えたおっさんのね、反応速度を試すには、いささかちょっとね、過剰かなっていうのが個人的な印象ですね。はい。といったところで、今日のお話はこれにてお開きとさせていただきます。まあ私が今お伝えしたところ以外で、なんかね、こういう攻略の仕方ありそうだよとか、あの、こんなのを今考察してますみたいな、発展的にね、ご意見等々ございましたら、見てる人にも参考になると思うのでね、ぜひそういったコメントも、気がついてることがある人はね、残してやっていただけたらありがたいかなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、とりあえず、まあ、ノーダメージの攻略の映像っていうのも、ね、私が取りたい相手に関してはとりあえず取ってるんでね、ラダンまだだけど、ラダンはまあ今から詰めていくとして、どうしようかな、なんか攻略解説とかなんか要望等々ございましたら、遠慮なくね、そちらもコメントを残してやっていただけましたら幸いでございます。まあ、こんなの解説して、みたいなね、そんなのもあればね、遠慮なくご意見いただければと思います。はい。というわけで今回これにてお開き、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。